樺沢最大のリフレッシュ術は。最新回樺沢師匠の樺チャンネル、今日はオランダアムステルダムにあるモコミュージアムというところに来ています。こちらのミュージアムはですね、バンスキーの作品を非常にですねたくさん収蔵しているですねミュージアムでありまして、非常に見応えがあるミュージアムでございました。今日は質問いただいています。疲れた時のリフレッシュ方法とかってありますかということで、私の個人的なですねリフレッシュ方法をお伝えしたいと思うんですけど、大体午前中ですね執筆の仕事をするんですけども、何時間かすると疲れてくると、3時間ぐらい頑張ると疲れてくるということになった時に、だいたいカフェに移動しますね。ランチを食べるような感じでカフェに移動する。カフェ仕事っていうのが一つのリラックスというか気分転換でもありますし、そこのカフェに至る前に5分10分歩きますので、歩くということが一つのリラクゼーションになると言い換えてもいいですね。なのでカフェ仕事、普通の部屋にこもってやる仕事からカフェ仕事に移行するっていうのが一つのリフレッシュですね。場所を変えるってことと、ちょっとだけ歩くってことですね。またそのカフェで仕事をしてて飽きたらどうするんだってことになると、別なカフェにね移動したりするというようなこともあったりします。なのでいろいろとこう移動しながら、移動するというのは歩くということだし、歩くというのは非常に脳にもいいリフレッシュ術という形に、ね、なってまいりますので、まあ、時々この運動的な要素をですね盛り込みながら、場所を変えながら気分転換するというのが非常に簡単なリフレッシュ術だと思います。まあ、なかなか普通のサラリーマンをしている人とかは、なかなかその場所を変えるとか歩くというのは難しいかもしれないけど、例えば自分の机でやってるのを会議室みたいなところに場所を移動してちょっと仕事をするとか、あと違う大きなテーブルみたいなところに行って仕事をするとか、座る場所変えるだけでもそういう気分転換効果っていうのあったり、2階から3階の会議室に移動するとか、階段を登ったりするという、そういう運動においてもですね気分転換っていうことになりますから、同じ場所でずっとですね同じように仕事をしているというのが、一番ストレスが溜まるというか、能率が下がるというか、収集量が下がるということになりますので、この場所を変えてちょっと歩いたりしながら休憩するというのが非常に良いリフレッシュ術なんじゃないかなと私は思います。精神科医樺沢師匠のカパチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。